こんにちは、お昼の速化軸ニュースです久しぶりにこういう形でお届けしますね、えー、世の中にはですね、忙しいだけで、えー、それが未来を構築したりとかあ今のね、豊かさに繋がらないものが多いということで、えー、とメッセージをねたくさんいただく中でそういうタイトルにまとまったんですけども、うん、そうなんですよ、多くのことっていうのは一生懸命やると、忙しいとヘトヘトになって、時間の限りを尽くしてやると、うん、だけども、その行動が、その活動がですね 今日にどんな資産をもたらしたかそして未来にどんな、まあ、有益なね資産をもたらしているかってことを考えたら何もないっていうことが多いんではないかなと思います。うん確かにねややるだだけけったんんども何も何なならないいことは結構多いんですよで、えー、今の時点で今の時点でですね自分の暮らしがどうなのかなってことを棚卸した時に今の暮らしを作っている過去の蓄積の合計が今日ですからねそう思ったらやっぱりですね 自己否定をせざるを得ないのかなというふうに感じますけどもいかがでしょうかね、はい、でえっ、ー、と2017年の9月から徐々にですね私のところにも新規暗号通貨 ICO 案件とかたくさん届きました私はどれ一つも紹介せずにここまで来ました多くののアフィリエーターさんとか、ね、情報発信者の方は 紹介してその紹介報酬を得ている場合もありますし何がしかのそこからのね収益を得ているのかなと思いますけども特にそれがですね悪いよと急断するつもりはありませんただ現実的にこれだけの儲かる情報が流れていてなんで儲からないのかってことにそろそろ気づいた方がいいのかなと思いますそれがまさにですね一生懸命やっても何にもつながらないことに飛び込んでしまったんではないかなってことなんですよね、えー 思えばですね私の暮らしが急に変わったのっていうのは年からの5年間ですこの5年間以前の40歳までの暮らしっていうのは自分の人生が急激に変わることはなかったです急激に変わったと思い込んでいただけで何も変わってなかったですよねサラリーマンをやってもやっぱり自分の人生を構築するのには40年がかりになるよという人生設計図を書いた時に安泰た,たる気持ちになりました。 65歳の定年まで会社での出世や会社との人間関係会社での作業の上達そういったものに自分の目的が限られていてですね海外旅行とか見聞を広めるための読書とかレジャーのためエンターテインメントの DVD を見るとかこういうことは一切私の人生計画にはありませんでしたそして30を前にですね退職してフリーランスになりました自営業という形で会社を作り そして店舗を20店舗最大値で持って不動産事業もやりました。この全てがですね、私に何ももたらさなかったと思います。えー、もたらしたものも少しはあると思いますけども、この5年間に比べたら、ないと言ってもい小さかったです。まあそれはね、あの身も蓋もない言い方ですけども、不動産をやっても、店舗をやっても、サラリーマンをやっても、どっかにお勤めに行っても、自営業しても、独立して自分の事業活動をやっても、はっきり言って何にも繋がらない っていう,ふうな、ね、可能性を示唆してるなと私は感じましたもちろんこれは私の人生にそう当てはまっただけで私以外の人にはあ店舗勤めとかねすごくベストかもしれませんしサラリーマンでえた、ー、つすることもあると思いますし情報発信なり他の何とかビジネスで成功することもあると思いますですから私は他者の人生を否定するつもりはないんですけども私は冷静に振り返って40年間はもう意味のない時間だったと思いますただ年を取っただけということですよね で40過ぎてその45歳までの5年間っていうのは本当に毎日生き生きとして日々進化していてですね今日よりも明日明日よりもあさってという形で自分の別人なんじゃないかなっていうぐらい、えー、まあ進化したというふうに感じますなぜ進化したと感じるかっていうと昨日がムちすぎて恥ずかしいという思いを毎日してきたんですよね今日日も同じです昨日自分が 言っててきたこと考えたこことと考え立ち振る舞い全部恥ずかしくてしくょうがないですよねなんで自分はこんな幼稚なんだと振り返って今朝あ顔が真っ赤になる思いでああ起きましたでそういう日々が毎日なんですよ、うん、でスマートフォンを手に取るとうわスマートフォンってなんて素晴らしい機器があるんだインターネットつながったすごいと23秒でインターネットに繋がって全ての自分に必要な情報がそれまで何ヶ月もかかった情報がですね40歳までは何ヶ月もかかった情報がわずか10分でその数倍手に入ると。 そして手に入った情報を再発信すると視聴者さんも来てくれると。うん、なんていい世の中に生まれてそしてその中で自分は生きてるのかなというふうに感じざるを得ないですよね。えー、そして、えー、月末に銀行口座を見れば、えー、得体の知れない入金がもう山ほどあると。うん、すごいなと。支払いに追いつかない入金ですよ。支払いに追いつかない入金っていう感覚が私の人生にまさに自分に来るとはね、うん、ここまでは思えなかったです。しかもそのののの入金の速度っていうのはこの5年間で もう二次関数ですよ、ね、2013年の頃っていうのはセミナー収益を日々の暮らしに充てていたりとか借金の返済に充てていましたアフィリエートの収入もそうですし転売の収入もそうです全てが入金があったものをその月のうちに分散してしまって、えー、教座には月末にあんまり残らないとかねそういうことになってきましたけども今はそうでは全然ないなと思いますきっと世の中の成功者とか富豪と言われる人一山を当てた人ってのは こういうふうなことを感じていたのかという形でですねもうん、まあ、なんか身震いするような気持ちがしますそしてこれはあの同時にですね誰でもできることなんだって強く感じます誰でもですどんな人にでもできますどんな人にでもできるんですけども諦めてしまう人が中にいるのも確かなんですよまあ、自分には無理だなともうちょっと後でやろうとか後回しにしてしまったりとか自分には運がなかったかなと今一生懸命やることがあるからちょっと後回しね 形になっってしまったりとかねうん自分の人生を構築すること以上に忙しくしなければならないことって本当はあんまりないんではないかなと思うんですよね。うん、でちょっと話をね戻しますけども ICO の案件たくさん飛び込んだ方がメッセージをくださってます。 この ICO に参加したんですけど、久保さん、この後どうなると思いますかと。ICO、こういう風に言われてるんですけど、どうですかね ICO に参加して、えー、予定の上場日に上場が遅れてますっていうこととか、ホームページのリニューアルですってことで、父として進んでないんですけど、どう思いますかと。いつものパターンですよね。うん、その情報更新、例えばサイトの更新ってものですね。お、ちょっと失礼します。コメント、ごぼさたです。あゆくさんこんばんは。久保さんの成功の元の一つである負のエネルギーを有効活用して、 えー、発信していきたいとあ感動いつもありがとうございますこちらこそありがとうございますはい情報発信についてはもうちょっと後でねコメントを出させていただきますけどもうん基本的にねあのー、ICO ね ICO に参加してどう思いますああ思いますかって私はその ICO の運営者でも関係者でも何でもないから分かりませんけどもいつものパターンですホームページの更新とかリニューアルに今ね。 サイトを停止してまでやることはないんですよなぜならサーバーというシステムがあってホームページこっちをリニューアルしてる間にもう一個のミラーリングしたホームページを稼働させてこちらでお客様に迷惑をかけないっていうやり方をすればいいんですからねでそれをせずにホームページのリニューアルです更新ですとか言って新しい情報を出せないように演じていることで出さないことを隠しているっていうふうに疑った方がいいですね。全部がそうではないと思いますけどまずそういう疑いのセンスを持ってですね えー、待つだけですねとかね待つことをガチホールドですっていう風に言い換えない方がいいと思いますそれも完全に脳があの言っちゃってるというかね洗脳されてるというか思い込まされてますねあの資金計画って話を私は何度も何度もしました何月までにいくらにしたいのかっていうことそしていつまでにいくらをいくらにしたいのかっていう資金計画ですねじゃこれに合わせて投資をして例えば ICO だったら上場の日付とかを見て資金計画をしているならば 上場がが遅れれるってことと損害を出さあ何損害を出さ,されたという,ふうな感じでですねもうちょっと強めに追及していかないと、あのー、動かないですしまあね、まあ一言で言ったらそんな ICO はだめなんですよそんな予定日がずれるなんてのはの前倒しになるならいいですよでも大体上場されずにいつになるのか分かんなくて待たされてる状態と。 3月になったらこうなりますよっていうふうに、えー、営業マン販売者の方紹介者の方言われたりとかね4月から面白くなりますよとか言って面白くなってないとさらに不安が高まってしまったということになると思うんですよで、うん、そういうことを言うとですねエイダコインだって最初はって言いますけども a d ダ1点を取って他の i c o 全部にですね肯定的なあ思いを巡らすのもこれもトリックなんですよねまあトリックというふうな使い方をしてないと思いますけども結果的トリックです エイダはは奇跡でですすあれは本当に良かったんですよ詐欺に見えて詐欺ではなかった数少ない例なんですよ。でも他のものは嘘に見え嘘のものは嘘に見えないようにしてるんですよね。うんだから私はねあんまり i c o に一生懸命になるのもいいんですけども不安になったり。 自分で、えー、判断できずに人に相談するぐらいだったらその ICO をやるべきではなかったと思いますよねそして一日も早くそこに投入した資金を諦めて次のアクションを起こさなければその ICO に足を引っ張られて本来今見るべきものも見えなくなってきたり活動にも嫌気がさして退場するっていうね、えー、最も詐欺師が求める <laughs> コースになってしまいますんで。 そうでではないですひどい時になったらですね、ICU を参加誘っといて、i c o がうまくいかなくて、えー、こっちの方だったら確実なんで、取り戻しましょうとか言って、さらに追いはぎを、玉ねぎっていう方法なんですけどね、向いて向いて向いて向き,きまくるんで、玉ねぎ作戦を取ってくる人もいますんで、用心していただきたいかなと思います。あのー、私がおすすめするのは、そこまで、あのー、リスクはあるけど、大化けするかもねみたいなのは、これは投資ではないんですよ、ギャンブルですから、博打が好きならあどうぞって感じですけども、投資ではないですよね。投資っていうのは もうすでに流通しているものとかすでに形ができているもののその形を読んでいって、えー、それに乗っかるっていう知恵比べなんですよね、まあ、ですんでチャートがもう形成されているものにつきましては上場後のものっていうのはあのチャートを見て多くの人が売り買いをしますんで作戦が立てれるんですよで IC o 上場前ってものは作戦が立てれません本当に宝くじですからギャンブルが好きな人とか相当内部のことに詳しい人詳しくって もうう相談するべき人人がいないぐらいいいななら詳しいっていう風な人は判断できるすでもその情報発信元のものが唯一の例えば LINE グループの情報が唯一ってことになっちゃうとこれはもうね自己判断できない人が多いと思うんで危ないですよね。で泣き言を言わずにもう返金も求めずに見る目がなかったと思って自己否定をしてですね自分の判断まずかったということで 次に向かっていく方がいいんではないかなと思いますね。もうそうしないとやっぱり繰り繰返されます今日の動画のまとめですけども、えー、サラリーマンが嫌アルバイトが嫌そして社会保障の不安がある将来の不安があるだから起業しなくちゃと言って、えー、独立してみた独立してみたけども仕事があんまりない仕事があんまりな,くないのに仕事に追われお金に追われ支払いに追われるとそして、えー、ネットワークビジネスやってみたけどネットワークビジネスの商材を売るのも負担だと。 そそもそも友達がいない。な紹介しても説得できるようなトーク技術がないと何もないと組織に守られていた方がまだ自分は収益を上げれた組織に守られてなくて自分一人の力でやってみたら話す力もないし情報を受け取る力もないし判断する力もないからあやふやなものばっかりを信じてしまってそこに資金を突っ込んでしまった いうことを繰り返すでインターネットの世界でけてネットビジネスをやってみたけどもアフィリエイトをやっても記事が思いつかない何を書けばいいのかわからないわからないわからないできないできないでできないままわからないままを繰り返していって救世主のように現れた一発逆転の暗号通貨これを適当に買ってみて適当に買って当たるわけがないと金融の専門家そして投資の専門家が知恵を絞ってもなかなか勝てないものがこの暗号通貨ですでそこにですね これさえやれば人生が逆転できますよみたいな希望を勝手に見出してキャッチコピーをいいように解釈して自分がこれによってすべての夢が叶うすべてのマイナスが跳ね返せるというふうに自分で勝手に解釈するこの判断力これを当てにしてしまって今どうなるのかなってことなんですよね本当に自分の人生シビアに見ていかないとシビアに見ている人から甘く見られて終わりになってしまいますからここをね本当心からあのまあ私が言ったから 説得力がないかもしれませんけどもこういう天の声があるという風にね私は感じながら日々生きています自分の判断がこの人類史上一番ではないにしてもですねうんやっぱりこうむ簡単に欺かれるような脳を持っていてはいけないなとうんでチャートを見る時でもですねあの相場っていうのは間違いが結構起きてるんですよ買われすぎ売られすぎっていう現象が起きてますだからあストップ安とかストップ高とかね協調会議とかあるんですよ 間間違違っってててて買われれすすぎぎる、る売らそこに投資家のつける隙があるんでチャートとか相場の形がそのまま実態を表してないってことが分かるまで頭を鍛えていかなければならないですよねそして情報発信のことをちょっと言いましょうか情報発信をしてなぜそこからですね情報発信は確かに楽しいんですけども楽しいだけで終わってしまうのか多くの方が情報発信をしていてそこからですね信用人間関係新しい情報そして収益ってものが生み出せないのかそれは発信している情報が悪いからなんですよ。 発信する情報をやめなければなりません。でも情報発信が楽しいから、楽しいものと引き換えに富と時間を失っているということに気づかなければ、ずっとそのまんま情報発信というね魔物に食いつくされて、えー、結局ボロボロになって終わりということになってしまいます。もちろん情報発信していて、他で稼いだお金をそこに突っ込んで、他で、えー、まああの節約した時間をその情報発信につぎ込んで、それで自分の人生がマックスならいいわけなんですよ。大満足なら。 それは全然申し上げてもね、えー、まあいいかと思いますけども私も似たようなもんですかね私も情報発信していて視聴者ゼロの時からやってますんでゼロでも喋るのが楽しかった動画編集が楽しかったそういう時期があります宇宙人の番組をね自分で作ってみて編集っていう作業にすごく魅力を感じていましたそして編集作業にかかる時間とかお金っていうのは他の労働で捻出してきましたでもやっぱりね自分の人生っていうのはそのままリアルだなと思った時に 楽しいけども楽しい以上に自分の人生を駆逐されてはいいいけないなと思いますむしろ楽しいプラス駆逐されるんではなくっていく状態にしななければなりませんよね楽しい上にお金も集まる新しい情報も集まる判断力も上がって自分の学びになるそして多くの人が集まってきて多くの信頼関係が築けるやればやるほど全ての資産が溜まっていくものを本来は 目指していいいたたではないかなかと気づいた時それが40歳だったですよねそして5年で、えー、今のように本当にね、えー、全てのものが積み上がっていってあそこだったなと思いました自己否定を正直に40歳の時しました自分の人生はもうこれゴミ箱に入れてしまおうとダメだと40歳から前の人間関係私はほとんどありません、えー、家族ぐらいのもんですよねで40過ぎてからの人間関係これは私の今の人生の99%を占めていますね 人間関係だけではないです。40過ぎてからの情報とかね40過ぎてからのお金40過ぎてから稼いだお金がほとんど私の口座に入ってますし40過ぎてから使ったお金は40過ぎてから稼いだお金なんですよで40前に作った借金は40過ぎて全て返済しました本当にねこの5年間っていうのはこの別の人の人生を生きてるように変わってきましたねでそういう風な人生が遅れるはずなんですよ誰にでも私でもできたんでね私でも本当に私でもですよ うん、高校の時の成績も悪いと友達もいないと人間関係作るの下手孤立が好きもう一人でもぞもぞ漫画描いてるとかね、えー、そんな人生だったですよ <laughs> で長続きしないとかねどれも飽きっぽいとか本当になんか自分で自分が嫌になってましたよねで愛,愛してくれてるはずの家族にも唾を吐いて去,去っていくようなねそんな私でしたけども40過ぎて自己否定をして今までの人生は全部ダメだゴミだ邪魔だあ無駄だと。 思いました本当に無駄だと思います1秒たりとも思い出すことがないですし思い出すその行動自体が無駄な時間を使ってしまったと思うので私は昔のことを全然思い出しませんし話さないし聞かれれば話しますけども語るのは先のこと未来のことばかりそして一番語ることはそれは今日のことかなと思ってますよねそういう形で今日もねいろいろと自由なことを申し上げましたけども皆さんどうお感じになったでしょうかこのぐらいね今15分ぐらい話したと思うんですけどもこのぐらい一気に話せるような あの人生を自分自身の人生を捉えていくってことをねたまにやってみたときにさあ自分の人生喋るぞと思った時に「えーっと」って入ってしまうことが私も過去多かったんではないかなと思いますよねはいそれでは今日のおっすごい湯本さん21歳でそんなことができたんですかもう本当にすごいですよいや21歳っつったら僕はね大学生でしたねどんだけサボって いいししにううかっっていう、ね、とててねねととつもないことやってましたよ、ね、違う意見があったら自分が正しいと思って人の話聞かなかったですしね上村さんもねコツコツ送りバント精神でいきましょうねはい今日の放送ありがとうございます本当ここまでね見ていただいて感謝しておりますでは失礼します